ははい、えー、こんにちは国際交流基金日本語国際センターの八田と申します。えー、今日は、えー、丸ごとの,あの講座ということで2回目担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、えー、と画面共有させていただきます。少々お待ちください。はいえー、今日の流れを簡単に説明します。えー、まず今日の目標なんですが、えー 丸ごとの特徴を生かした使い方を知るということでお話をさせていただきたいと思いますで第一回は丸ごとはどんな教科書かということで丸ごとの基本的な考え方を教材に沿ってお話をしていきました今日はもう少し詳しく内容教材の方をご紹介しながら丸ごとの特徴はどんなところに現れているかまたそれを生かした使い方 どんなふうにしたらいいかというのをあのご紹介できたらというふうに考えていますで次に今日の流れですがえまず初めに前回のまとめとえ質問の回答をいくつかあのできる限りしたいというふうに考えていますそしてその次にえ本題に移りまして丸ごとの特徴 でえっとまあ、活動と理解という2冊があるんですけれどもそれぞれの目的を中心にお話ご紹介をしていきたいと思います。でえっと途中であの、えー、少し皆さんのそのえっとグループディスカッションをしていただいたり休憩を取ったりというのを間に挟みたいと思っています。 でえっと、最後にまたさらに今日のお話を聞いて質問ですとかコメント終わりの方いらっしゃると思うのであの伺えるといいなというふうに思いますそして2回の講座の内容をまとめていきたいと思いますでは今日はよろしくお願いいたしますえではえまず前回のまとめと質問への回答ということで、えっと、お話をしますえ前回は えー、丸ごとととはどんな教科書かということでお話をしましまた、えー、もう2週間前になりますので、えっとえー、ちょっとあの復習ができたらいいかなと思います。で下にあのいろいろなキャラクター、えー、丸ごとの登場人物なんですがあの出ています、えー。いろんな国籍性別年代多様性がある人たちが日本語を使って、えーまあ、コミュニケーションをしていく。 そのコミュニケーションに参加しながら日本語を学んでいくという教科書です。で、えっと大切なこととして3つのキーワードを挙げていました。で、一つ目は相互交流ということです。で、えっと相互交流というのは、えー、丸ごとを制作しました国際交流基金私たちのあの授業の大きなあの柱となる言葉。 とも言えますで日本語を学ぶ日本語を使う人たちが、えー、自分のことを表現しながらお互いを理解するそしてそこにえっとまああの良い人間関係が築かれていくそういったことをあの目指しているということで丸ごとのキーワード一つ目は相互交流ということでした、えー、2つ目が課題遂行ということですえっと 日本語を使って言葉を使って何か目的を達成するコミュニケーションが成立するということを、まあ、文系や文法といった言語知識の学習よりもあのより重視をしている何かができるようになることというのが日本語を学ぶ目的だと考えていくというのが課題遂行の考え方です。それから3つ目が言語習得ということです。 で私たち大人が外国人をどうやって外国語をどうやって学んでいるか身につけていくかということについてはあのいろいろな研究がありますそしてその研究で得られた知見といったものをえこの教材ではあ、えっと、できるだけ利用しようというふうに考えていますでそれは何かというと日本語を聞く、えーまあ、あのたくさん聞いてそしてそこで、えー、言われていることを 理解したりそれから、えー、そこで使われている言葉についてその学習者自身が気がついてそしてあこんなルールかなとかこんな時こういうのかなという自分なりの、えー、理解気づきのもとに、まあ、あの話,す話していく、えー、自分の自己表現をしていくそういう流れがその外国語日本語を学ぶのにあの役に立つそういった、えー、っと考え方 を兄弟、えー、の中でも採用しています。特にこれは、えー、前回ご紹介した、えー、活動という本の学び方の流れになっています。はい、えー、これが、えー、前回の簡単な復習になります。えー、そして、えー、前回の最後にいただいた質問の回答を少ししたいと思います。えー、いくつか前回もすでにあのお話をしたこと。 もありますので、えー、その時頂い,いた全ての質問にお答えできるわけではないんですけれどもあの大きなものをいくつかまとめてお話をしたいと思います。えっとこういったことなんですがえっとまず初めの場面や話題かの選択ととということですえっと、今お話をしたように「丸ごと」というのは、えー、課題遂行が中心。その、えっと うんと文系文法がその一つの文系文法を学んでそれをもとに次の文系文法を学んでという、まあ、いわゆる積み上げ型というふうに言われている教科書ではなくてその、えー、話題場面に合った課題を一つずつできるようになっていくというタイプの教科書です。でそういった教科書ですと、えー、このようにその、えー 場面や話題を選択的に使えるのではないかというふうに考えられたということかと思います、えっと、まさにそうなのであの、まあえっと、いいところに目をつけていただいたなというふうに思っているんですが、えっと、もちろん、えー、話題や、えー課,題えー、課題ですね、えっとえー、何かできるようになることをキャンドゥというふうに言っていたんですが、えっと、そういった、えー 話題や課題を、その学習者の興味関心に合わせて、選択的に教えていただくことができると思います。で、えっと、例えば、時間がないですとか、それから、今、こういうことができるようになりたい。 なる必要があるという学習者がいたら、まあ、一緒に目次などを見て、あ、今日はこれを勉強しようということ。特に、あの、ボランティアの日本語講座などでは、あの、マンツーマンで教えてらっしゃることも多いというふうに聞きますので。あの、えー、学習者の方と、えー、ボランティアの方が相談をしながら、今日はこれを勉強しようというふうに。やっていくやり方も非常にいいかと思います。で、あの、えっ、ー、と、まあ、ある一定の時間があって。 であのクラスのように教えてらっしゃる場合はあのもちろん最初からあの順番にやっていくというやり方でももちろん大丈夫です。はい、とそして、えー、もう一つは今度は、えっと、その場面や話題といったようなものが、えー、学習者にあまり身近でない場合。 あの前回は東京の中でまあ有名なところおすすめの場所をえ紹介するというキャン d u 課題のところをご紹介したんですが例えばえっと東京のことあんまり知らないとか東京に行かないというようなあの学習者がいるかもしれないというようなことでした。でえっとまあ,あの日本語ですのであの首都東京についてあの学習者が知ることはあの まあ悪くはないというふうに思うんですが、えっとまあ、今住んでいるところはまたちょっと離れていて別の,あのいいところがきっとあ,りますあると思いますので、まあ、学習者にとって身近な場所身近な内容にあの置き換えて、えっと、先生教師やボランティアの方が何か例を作ったりするというのはとてもいいと思います。 と思いますしそれから学習者自身も、えっと、自分に身近なところそれは日本で住んでいるところでもいいですしそれからあの海外の,あの、えー、学習者の方たちの出身の場所について話してもらう書いてもらうそういった活動でもあのとてもいいというふうに思います。えっと、それは先ほどお話をしたあの相互交流ということにも非常につながりますのであのぜひおすすめしたいと思います。 それから、えっと、次に2番目ですが、えー、聞くことはできるが、えー、話すこと、会話がなかなかできないという学習者がいるんですがということでした。こ、えっと、これについては、あのまあ、聞くこと、 ととととても大切ですすいいいうことをままずお話をしたいと思いますえ先ほどの3番目のキーワード言語習得ということなんですが、えっと、やはりたくさん聞いて理解をするその中で、えっと、意味をつかまえたりそれから使われている言語形式に、えっと、馴染んでいくこと。 はとても大切ですのでえ聞く練習ぜひあのたくさんあのやられるといいかなというふうに思います。そしてその上で話す練習も、えー、たくさんできるといいと思いますがえっとそれはモデル何か教科書のあのモデル会話といったものではなくてやはりその人が自分のことが言えるということが非常に大切だと思いますのでえっとその人のみ 自分にととってのの本当のことが言えるそしてそれを、まあえっと、ボランティアの方なり同じクラスの,あのクラスメートが聞いて理解してあげるそういった活動が教室の中であるといいのかなというふうによくあのクラス丸ごと使ったクラスで行っているのはあのとても短いあの会話なんですけれどもあの自分のことは1つだけそして他の人はその えー、人の数だけ答え会話ができるのであのよくクラスで立ってあのじゃあ5人の人と話してみましょうというふうに相手を変えてたくさん話すで話すのはいつも自分のことそしていろいろな答えを聞くとかいろいろな他の人の、えっとえー、会話を聞くというので、えー、練習をしていくというようなことをあの、えー、クラス授業ではよく行っています。 それから、えっと、3つ目の学習者間のレベル差があるときどうしたらいいでしょうかということですね。でこれはあの、まあ、どんな教科書を使っている場合でもどんなあのクラスでも本当によくあることですね。あの同じように日本語ゼロから始めても1週間、2週間と経っていくうちに少しずつ、えー、習得の早い人 ちょっと時間がかかるゆっくりな人がいるというのはあのどこのクラスでもあることかと思います。で、えっと、丸ごとでももちろん、あのえっと、少しずつあの違いが出てきます。はい。えっと、丸ごとでは学習者間の交流が非常によく起こります。で、それはなぜかというと、先ほどお話をしたそのクラスの中で自分、学習者同士がそれぞれ自分のことを話していきますので、あの そのクラスで初めて会った人でもあこの人どんな人何が好きな人休みの日に何をしているとかどんなところ出身の人そういったことがあの非常に学習者間の,あの交流相互理解が起こるので。あのえっと お互いに聞こうとする姿勢というのがあってもちろんあのレベル差はあるんですけれどもあのそこに教え合ったり助け合ったりあのクラスの中の非常に良い人間関係雰囲気というのができていてあのまあレベル差はあってもそれぞれがそこで自分が学べることを学んでいくそういったクラスができているかなというふうに思います。 えっと、次に音声教材についてです。で、えっと、前回ご紹介したように丸ごとでは、えー、たくさんの音声教材があってそれをあのインターネットの方で提供をしています。はい、で、えっと、先ほど見ていただいたキャラクターのように、まあ、多,様の多様な人たちの発話会話を聞いて、えー、学んでいくようになっています。であのまあ、日本語で、あの そうですねあの、まあ、性別それから年代によって、まあ、日本語だけじゃないと思いますけれどもあの言語いろいろなよ,ように聞こえてくると思うのでその話し方音声になれるという意味では是非この音声教材を活用していただけるといいなと思います。 というい場合は、えっとまあ、ボランティアの皆さん同士であの、まあ、学校の先生たち同士で少し協力してやっていただいたらいいかなと思いますしそれから学習者の方もあの今そういうことに非常に慣れている人たちもいるのであの、えー、それぞれが持っているあの、えー、タブレットですとかスマートフォンにダウンロードしていただいてそれをみんなで聞くということでもいいのかなと思います。 また、えっと、教材によってはあの、えー、単語の読み上げですとかそれから、えーまあ、モノログというんですけれどあの一人語りのようなその文の読み上げのようなところもあります。でそういったところに関しては、えー、教師やボランティアの方が、えー、そのままスクリプトがついていますのであの読んでいただくというのでも全く問題はありません。 それから多言語対応なんですが、えっと、現在、予定も含めて8言語で海外出版がされています。えっと、詳しくはまた後でご紹介する丸ごとの,あのサイトをご覧いただけたらと思いますが、この海外出版については、えっと、国際交流基金日本語国際センター、埼玉県さいたま市にありますが、こちらの図書館の方で閲覧。 貸し出しをしていますので、あのご興味がある方はあのぜひそちらをあのご利用いただけたらというふうに思っています。ただえっと授業そのものはですね、あのえっと優しいことをその場面の中で理解していくというふうにやっていますので、えっとそんなに複雑な説明解説が必要ではないのでもちろんあの直接法で授業をやっていただくこともできると考えています。 でえっと、次にあの、えー、最後なんですが、えっと、教材活動と理解があるんですが、どうやって選んだらいいか、それから使ったらいいかということですが、えっと、それはあの今日のテーマなので、あのこれからあの本編の方に入っていきたいというふうに思います。はい、では、えっとえー、丸ごとの特徴で、えっと、2冊の主教材。 とということでえっと思います、えっと、前回はあまり詳しくお話しできなかったんですけれども、えー、前回ご紹介した教材の部分は「えっと、活動」という本になります。で、えっと、丸ごとの教科書は、えー、下の入門それから初級123つのレベルでは「活動と理解」の2冊で構成されています。 で普通教科書が2冊あると一、まあ、つは主教材で一つは例えば活動集とかそれから練習帳というふうな位置づけかということが多いかと思いますが丸ごとについてはこの活動と理解どちらも主教材。 1>, え1冊だけでも使うことができますしそれから2冊え合わせて使っていくことができます、えっと。それはなぜこのようなことができるのかということなんですけれども、えっと、まずそれぞれえ異なった目的を持っています。で、えっと、活動の方の目的はえ課題遂行コミュニケーション日本語で何かができるという能力を身につけるために学ぶ本というふうに考えていただけるといいと思います。 そして、えー、理解の方は、えーえー、課題遂行コミュニケーションが、えー、コミュニケーションができるということを支える言葉を学ぶ本というふうにあの考えていただけるといいかなというふうに思います。で活動だけでも課題遂行コミュニケーションはできるようになります。 でも、えっと、もう少し言葉についてよく知りたいとか、えっと、どうしてこういう行動になっているのかなとかそれから文字単語などもしっかり学びたいという目的の、えっと、学習者のために「理解」という本を作りました。で、えっとまあ、あの特に海外での学習なんですけれども日本の例えば、えっと、留学生 とかそれから日本語学校のように、えー、毎日日本語の授業があるわけではないそんなコースがあの非常に多いです。1週間に1回だけとか2回だけとかで、えっと、そんなコースで学んでいる人は例えばひらがなからとか、えっと、簡単な文系から学んでいくとなかなかこうできるようになっているという実感が得られないままあの時間が過ぎていくということがあります。 でえっとまあ、それが、えー、学習意欲の低下にもつながることがあ,のあるということをあの現場の先生たちから私たち聞いていました。それで、えっとまあ、1回2回の授業を受けたらそれで1つずつ何かあの日本語でできるようになっていく早く日本語でできるという実感が得られるそういった教科書があったらいいということが1つありましたので、えっと、その部分を活動で実現しています。 ただ一方であのもう少し言葉もしっかり学びたいというニーズがありましたので、まあ、活動だけでも良いそして活動と理解合わせてもいいそんなあの、えー、教材教科書として丸ごと,が丸ごとの、えー、教科書の、まあえー、と役割分担というのがあります。 でえっとまあ、活動は前回お話をした丸ごとの特徴基本的な考え方を実現する教科書だというふうに言えます。で、えっと、学び方は、えー、場面や話題からそして交流と実用を目指した会話中心の、えっと、内容になっています。そして、えっと、学び方は言語習得を意識した学習の流れ、えー、聞く気づく話す こういった内容で学ぶようになっています。で一方理解の方はの、えっと、言葉を、えーまあ、単語を学ぶそれから日本語の文字が読めるようになっていく必要なものは書けるようになっていくこういった目標を持っています。またさらに会話の中で出てきた表現に使われている文法というものをまずルールが分かってその上で、えっと、少し練習をしていく。 そういった内容が含ま,れていま,すまた、えっと、両方に活動理解の両方にあるものもあります、えー、読むこと書くことそれから文化こういったものは、えー、両方の、えー、本の中に、えー、採用していますが、えー、ちょっと少しあの、えー、扱いを変えて、えー、角度を変えて学ぶ。 そんなふうになっているのでえ今日はその部分を少しあの具体的にご紹介していきたいというふうに思っています。そうですねえっと、この今あのオレンジの枠の部分、えっと、実際の教材を、えー、見ていただきながらお話をしていきたいと思います。はいえっと、ではまず、えー、理解の文字と言葉の練習です。 えっと、これ、教材の一部をここにあの提示しているんですが、えっと、ちょっと余白の部分に、えっと、うまく色が出ているかわからないんですが、ちょっとオレンジのようなピンクのようなあの理解と言葉の背景に色がありますが、えっと、あとは右下も少しそうなってますかね、えっとま、あのオレンジの背景の、えー、っとスライドが。えー 理解になりますそして、えっと、活動の方はあの緑の背景になっているので、えっと、もしちょっと私が言うの忘れちゃったらあのそういうことで理解いただけるといいかなと思います。で、えっとまあ、文字と言葉なんですけれども、えっと、言葉というのを、まあ、あのどういったふうに考えたらいいかなと思った、えっときに、まあ、こんなことかなと思うんですね。つまり、えっと、音声と意味と文字 を一致させるという例えば言葉を学ぶあの単語を学ぶということではないかというふうに思っています。で、えっとまあ、そういった考え方のも、えっとで、まあ、どんな意味を持つ言葉かなそしてその言葉を、えっと、まず学習者自身が考えてそしてそれを音声で確認していくそんな練習を作ってみました。 ちょっとあのいろいろな大きさのモニターを見ている方がいらっしゃると思うので、えっと、ちょっと見やすいかどうかわからないんですが、えっと、左側に1番、日本語で何ですかという、えっと、問いがあります。で、えっとまあ、丸1から丸13までですかね、えっと、いろいろな何て言うんですかねあのえ、身につけるものの写真があります。 番番から13番までで数字が振ってあるんですね。そして、えー、っとこの部分ですね、えっと、こちらにそ,の、えー、それぞれのものの名称をひらがなですとか、えー、っとカタカナで書いた言葉があります。で、えーっとまあ、それをあの写真とそれからその言葉を一致させるという活動。あのまあ 練習になっていますがで、えっと、これ学習者の皆さんがどうやって答えていくかということなんですがもし全く日本語を知らないこれから勉強するという方ですと「えっと丸ごと」では語、えー、い帳ここにごい帳のマークがあるんですが、えっとごちょうというものを提供しています。でこれはあの丸ごとのあとから、えー、ご紹介する丸ごとサイトの方で、えー データでダウンロードできるようになっているんですが日本語の基本語彙日常生活で使う基本語彙の絵辞典になっていますあの絵でそのものを示しているんですけれどで、まあ、それを見てあこれ一番これはあの、えっと、女の人男の人あるけれども、まあ、これは靴だなと言って、まあ、ここに絵というふうにして書くと。 でじゃあ2番これは何かなというのでまああの靴下というふうに答えを書いていくんですがでえっとまあご一調を見て、えー、これは靴これは靴下というふうに書いていってもいいですしえっともし今でしたら、えー まあ、スマートフォンなどで、えー、翻訳アプリがありますからそういうものを使ってこの写真で何かというのは皆さん、えー、と学習者の人たちは自分の母語でわかるのでそれ日本語で何だろうというのをあの、まあ、アプリで調べるということもできます。 それから、えっと、日本国内の学習者の方ですと、まあ、いくらかもうすでに知っているということがあると思うのであの、まあ、この、えっと、ひらがなカタカナの言葉で、まあ、全部読めなくても一部分かったらこれかなあれかなというのであの、えっと、答えを、まあ、自分で書いていくということができるかと思いますそして、えっと、その後音声で確認をする。 というふうになっています。ちょっと音声を聞いてみますね。一、はい。靴。二。靴下。三。コート。まあ、あの、こんなふうに、あの、えっと。 答え合わせあの音声を聞いて答え合わせをするというふうになっています。で、あのまあこのぐらいの音声でしたらあのまあ一人の人でも十分ですので、あの先生やボランティアの方が行っていただいていいのかなと思います。で、えっとここではあの先ほども示したえっと音声意味それから文字表記というのがまああの一致少しずつ一致できていくといいなという。 ことで、2番目の質問なんですが、あもし問題なんですが、2番目は、えっと、A から J の言葉を分けましょうというふうになっています。で、えっと、えーまあ、左側のページの中で、えーまあ、吐きます。 と一緒に使われる言葉と来ますと一緒に使われる言葉を分けるということですね。で、えっとこれもまあ日常生活、日本での生活の中で、あこれ聞いたことがあるということで、えっと靴は履きます、じゃあ、他に何だろうって考えることができる学習者もいると思います。で えー、そうではなくて全くそれがわからないという学習者だったら今度は逆に答えの方を先に聞いていってもいいかなと思います。えっと答えの方も、えー、音声で提供しています。答えの方の音声はこんなふうになっています。A 靴を履きます。B スカートを履きます。 c コートを着ます d スーツを着ます e ジャケットを着ますまあこんな風に音声を聞いて、えー、答えをそれぞれ書いてあの a、えー、行くと今度は答えができてじゃあどういうものが、えー 吐きますと一緒に使われる言葉なのか、どういうものがきますと一緒に使われることなの言葉なのかで、そういうルールを、えー、学習者の人が自分で考えてみることができる、そんな練習としても使うことができると思います。はいでえっと、もう一つ、この練習について、えっと、言いたいのは、かなを学習するときに必ずしも。 あから、あ行から学ぶというのではなくて、えっと、知っている言葉今目の前にある言葉を、えっとまあ、意味音声が分かってそしてそれをどのような文字で、えー、記述していくか表記されているかというので、えー、そこから、えー、文字を少しずつ学んでいくそしてたくさん書いていく。えー 言葉の知識が増えたときに五十、まあ、音表がすべて、えー、覚えられて全部が読める書けるようになっていくそんな学び方もあの意味があるんじゃないかなというふうに考えています、はいえっと、これが丸ごとで、えっと、やっている文字と言葉の学習です では、えっと、次が、えー、文法。こちらも、えっと、理解の、えっとえー、練習になりますが、えっと、文法の練習になっています。で、こちらですが、これは前回、えー、ご紹介した、えー、教材活動の部分の、えっとまあ、理解になります。えっと、活動と理解はあの同じ場面、話題で、えっとまあ 可動がリンクしていますので、えっと、活動展開ではえ地図を見ながら自分の町のおすすめのところを紹介するというのであの上の東京の名所を取り上げていたかと思います。で、えっと、その時に使われている表現としてえ形容詞の接続がありましたでえ理解の方ではその形容詞の接続え広くてきれいです。 とかえっと有名で人が多いですとかそういったそのけ、えー、形容詞の接続を今度は文法として学ぶ練習になっていますただえっと丸ごとらしく、えー、内容を中心でえっと学べるようになっているのでえっと少し皆さんに、えー、聞いていただけたらいいと思います、えー、まず、えー、ワンさんは2人の友達と上野について話しています。 でまああのえっと上野についてよく知っている人はあのあこれ上野のあそこっていうことがあるのでまあそのことも学習者の方にあの伝えてくださってもいいんですがまあそうでなくてもあのただ公園とかあの、えっとなんまあ、市場じゃないですけどあの有名な通りとか。 あのそんなことでもいいいかと思いますで、えっと、その会話を聞いてその1から4までの場所ってそのどんな場所かその場所の特徴をどう言っているかというのをこの,、えっと、この形容詞のグループの中からこうやって一つずつ会話を聞いて選んでいく。 というふうになっています。ちょっと聞いてみてください。1。1> 上野公園はどんなところですか？上野公園とても広いですよ。動物園もあります。とても綺麗ですよ。はい、えっとあまあのま聞いていただいたようにまあ、広いです。 綺麗ですということが会話の中で聞こえてきますのでこれをまあ選んでここに書いていくということになりますじゃあちょっとついでに2番も聞いてみましょうか 2, 2上野のアメ横はどんなところですかアメ横安いですよ私もよく行きます店がたくさんあります便利ですよ、うん、はいえっと まあこんなふうにアメ横という具体的な地名が出てきますがまあそれを聞くことはあまり大切ではなくてここどん,どんな場所あの安いですよ便利ですよといったその場所を説明する形容詞を聞き取るというのがこの練習になっていきます。でえっとまあその結果ちょっと後あとは省略させていただきますがこんなふうにえっとまあ安い 便利それからあの大きい古い街面白いという形容詞を聞き取ることが、まあ、できたかどうかというのを確認をしていきます。でその後の練習なんですが、えっと、その後今度は2の言葉をを使っっ、えー、っててて文作みまましょううといい練習になっています、えー、今聞いた会話のキーワード形容詞がそれぞれ2つずつありますのでそれを使って文を作る。 とということなんで「すねで広いです」「きれいです」「広くてきれいです」というふうにここに、えーまあ、文法項目であるところの、えー、形容詞の接続表現が出てきます。で「安い」と「便利」だったらどうでしょうか「この通りは、まあ、安くて便利です」とかそれから「この駅は」 どうでしょう何と言っていましたかこんなふうに、えっと、接続をじ、えー、自分で作っていくという練習なんですけれども、えー、今会話を聞いてその会話の意味を理解して、まあ、形容詞を選ぶそしてその選んだ形容詞を使ってこの写真を説明する。 ということで、えっ、ー、とこの講演は広くて綺麗ですという、えー、今学習今まさに学習している文法文型の、えー、形の練習になっていきます。えっ、ー、とまあ,あの今の練習をちょっと整理しますと、まず会話を理解するで会話の意味を理解するでそして、えー、会話の中で出てきた、えー、キーワードどんな場所かというキーワードを聞き取る。 そしてキーワードを使って今度は自分でその場所を説明する文を作るこういった流れになっています。でじゃあ実際一体言語的な練習として何をしたかというと、えー、実はこれは文系練習なんですね。えー、っと2つの形容詞を、まあ、1つの文にまとめて使うという文系練習なんですけれどもえー、っとそれを、えー 会話練習を使って、えー、行うということそしてその後で自分で、えー、作ったこの文がこれで正しいかどうかということも音声を使って、えー、確認をすることになっています。ちょまああのそうですね聞かなくてもいいですねあのこの通り公園は広くてきれいですという音声を聞くことになるんですね。でじゃあこれは学習的にどういう意味があるか。 というとう、まあ、もちろんこれ先生にあの読んでもらっても構わないんですけれども学習者は自分が書いた答えが正しいかどうかを確認する目的で音声を聞きますつまり、えー、広くてきれいですとか安くてと言っているかどうかというのが学習者の、えー、っとまあ 関心になりますので、えー、焦点を決めて聞く、えー、聞くところと聞かないところがありつつ、まあどこに、えー、ポイントを絞って聞くかという練習ができるようになっています。で、まああの通常の、えー、文法練習、文系練習ですと、あの広いです、綺麗です。 一つにしたらどうなりますかという練習になっているんですが丸ごとの場合会話を聞いてキーワードを聞き取ってそして文を作り答えを音声で確認をするというちょっと長いいくつかのステップがありますがその中に丸ごとの学習の考え方であるたくさん聞くことそしてまあ 考えてまた聞くというそういうあの目的がここに含まれています。ではえっと今度は、えー、活動の方に少し移りたいと思います。えー、これからは活動と理解で同じ、えー、まあ、技能同じことを練習するんですけれどもその違いはどこかという。 ところをあの見ていただきたいと思います。これまたあの別の課なんですけれども、えー、まあ、読んでわかるということについてまあ、それぞれ活動と理解では少し異なった、えー、角度からアプローチをしています。でえっとこれはあのまあ、マレーシア料理はどこですかというタイトルになっているんですが、えー、アリさんは国際交流祭りに来ました。 まあ今、いろいろな地域でえっとまあ地域の在住の,あの外国人の皆さんそれから海外にゆかりがある皆さんでいろいろな料理ですとかそれから踊りですとかまあパフォーマンスいろんなもあのことをあのまあ一堂に集まってする活動があの行われています。 これもその中の,あの同じようなものなんですが国際,交流、えー、国際交流祭りの,あのイベントのプログラム何て言うんですかね会場地図みたいなものを見ている場面です。で、えっと、その中に、えーまあ、アリさんはマレーシア料理ちょっと食べてみたいなとかそれから、えっと、あタイのダンス面白そうだなと思っています。 で会場の中で「マレーシア料理はどこですか?」とか「タイのダンスは何時からですか?」このイベントのプログラム会場マップを見ながらその自分が興味関心がある、えー、情報を拾っていくという活動をします。はい、で答えは、まあ、この、えー、プログラムの中にあるんですがここ「マレーシア料理」。 5番ですから地図の中の5番を指すとかそれから、えっと、タイダンスは、えっと、ステージの10時からのイベントというふうになっていますので、えっと、ありさんが知りたいことはこうやって分かりましたねということで、まあえっと、活動はコミュニケーション課題遂行 ということを大きな目標にしていますので、まあ、日常生活の中で必要な情報を読む、そういうこう実用に沿った読み方というのをこうやって練習をしていくことになります。ね、まず目的があって、そしてその目的知りたいことの情報を探す読み方。日本語であってもだいたい地図ってこういうふうになっているよね、リストこうなってますね。こういったえっとまあ。 あの一般常識のようなものを使いながら、あの読んでいく情報を入手していく、そういった活動があ、そういった練習が活動の読むになっています。で、一方えっと理解の方ではどうでしょうか？理解はえっとまあ,あの言葉を学ぶ。 文文法や文型を学ぶといで、えっと、こちらなんですが「2、えっと、人の言葉」というタイトルであの大変短い文を読みますがこれは、えっと、入門のレベルの読解でこの丸ごとの本の中で一番最初にする読解になっています。でじゃあ理解では読んで分かるというのはどんなことでしょうか、えっと ちょっともしかしたら皆さんの画面で小さいかもしれないので、えっと、音声も作っていますのでちょっと音声を聞いていただきましょうか。えっと、あ問題を先に申し上げますね。えというのが読解の質問ですさんは日本人です。 日本語ができます英語もできますフランス語はできませんアランさんはフランス人です英語とフランス語ができます日本語も少しできます、はい、えっとこんなあの文章ですちょっとあのまあこれだけの日本語を見たときにあの まあえっと、ひらがな、タ仮名カタカナ入ってますし、少し最初のこのレベルの学習者には長いなと思われるかもしれません。で、あの学習者自身もえ、こんな長い文読めるのかなって、あのどうも思うようです。でじゃあ、これ読んでわかったって、どうやって確認することができるんでしょうかというので、えっと、右下にあの表があります。 イさんとアランさんがそれぞれの言語についてどんな状態なのか。で、このことが書ければ今ご紹介したこのテキスト、日本語の文章が分かったというふうに言えるのではないでしょうか。そして、えっと、この問いかけですね。アささんんとアランさんの,、まああの 国際的な日本人とフランス人のカップルですが、えっと、この2人がじゃあ、えっと、何語で話し,話しますか、まあ、あの本当のところはあの本人たちにしかわからないんですが、この、えっと、日本語とフランス語と英語、それぞれこの2人ができるとか少しできるとかいうふうに書かれているこの表を見て、あ2人は何語で話すんだろうって考えてみると、まあ、多分あの一般と、 的に普通であればあここかな2人とも丸だかからあ英語ももしれませんねでも日本に住んでいるからアランさんは日本語を一生懸命勉強していてもしかしたら今2人は日本語で話しているかもしれませんねこういったようなこともあの、まあ、考えられたら面白いのかなと思います。 であの理解の方では言葉の練習なんですが、えっと、言葉の練習にとどまらずに、えー、内容を考える例えば、えっと、今回のですと、えっとまあ、副言語で生きる人の現実とってもあの最初の日本語のレベルなんですけれどもあの、まあ、こういった国際的な。 あのカップルですとかあのご家族って今とっても増えているしそれから家族だけじゃなくてもあの、まあえっと、会社の同僚とか友達とかそういうあの人間関係の中でこういったことってとってもよくあるのであのこれを読んであ自分はどんな時どうかなっていうことをあのすごく話したくなるんじゃないかなというふうに思います。であのこういうい、えー、その 学ぶ人の現実をできるだけ反映したそしてその内容からあの自分のことを話したいそういう気持ちになるようなあの、えっと、内容にするということもあのだいを作りながらあの私たちが考えたことですではえっと 次に今度は各の方も見ていきたいと思います。すみません。はいえっと、今度は各活動です。えっと、これはあの少しまたあの、えっと、入門ではなくて初級1のレベルになりますが、えっとえー、これは結婚のお祝いのカードというので、えっと まあ何かあの近く親しい人にあの何かあった時に寄せ書きのようなカードを書くことがあります。えっと、まあプレゼントをすることもありますしパーティーを開いたりすることもあるかと思うんですが、まあそ,の中のえっと、その中にはあの寄せ書き書くこともあるんじゃないかな。でそしてその寄せ書きに何か一言書くというのもあのまあ現実的にあ,のある活動ではないかと思って。 でこのレベルで入れてみました。でまあ、あの日常生活の各活動って、まあ、あの名前を書いたり住所を書いたりということはまずあの一番最初にあの必要がある活動かなと思いますがじゃあその後どんなことがあるんだろうというので、えっとまあ、こういったあの寄せ書きですとか簡単なメモですとかそういったことを取り上げています。で特に こういった寄せ書き、それからカード挨拶状みたいなものは基本的には定型表現にまあ一言付け加えるというようなことが多いかと思います。でじゃあ,あの結婚のお祝いのカードの、まあ、定型表現は何かってそういったことはあの、まあえっと、何かを見てえ書き写すとか、まあ、覚えておいてそれを使うというあのまああまりあの 自分でたくさん工夫をしなくてもいいことですけれど、まあ、まずそれができたら一つあの達成感があるのかなそして、えっとまあ、いくつかの組み合わせまたはあの一言付け加えるというので自分らしさを出すそういったことができればいいかと考えていますまた、えっと、書く手段ですが、まあ、寄せ書きは手で書くことができるので、まあ、手書きの練習また、えっと、それ以外には例えば、えっとあの えっと、SNS とかあの、まあ、コンピューターであのキーボードで打つということも非常に多いので、えっと、それも活動の中に取り入れています。で、えっと、次に理解の方なんですが、えっと、一方理解の方は、えっと、活動が実,、えっとまあ、実際の生活である とまあ、理解の方は言葉の学習が、えっと、中心ということは、えっと、申し上げましたが、えっと、これはあの、まあ、私の町ということで先ほどの,あの、えっと、広くてきれいですというのをあの勉強したところの今度は各活動になります。で、えっと、ここでは、えー、上野のアメ横の例があります。でこの例を読んで、えっとまあ、この、えー 文それから書き方のパターンを使って自分が友達に紹介したい街のことをあの書く練習です。で、えっと、少し例を作ってみました。 えっとこれあのインドネシアのジャカルタのあのまあ、中央駅なんですがまあ、こういった写真があると、えー、書くのもあの楽しいですしまあ、読む人もあこの場所のことなんだなっていうのができると思うのでこんな文を考えてみましたここはジャカルタの駅です食べ物やお土産の店があります人が多くて賑やかですぜひ行ってみてください。 あのインドネシアジャカルタ出身の人であれば、えっと、こんな作文ができるのかなと思いました。で、えっと、この中には「まあ、ここはどこどこです」とか「何々があります」とかあとは「 多くてにぎ人が多くて賑やかです。2つの文をあの1つにするという練習ができます。で、最後ぜひ行ってみてください。ということで読み手に働きかけています。で、あのまあ写真などがあって興味を引くということで、えっと。もし複数の学習者の人がいるクラスだと、これをまあ,あのえっと壁に貼ったりして、みんなでお互いの作品。 をあの読み合うというようなことがあの自己表現総合理解総合交流につながっていくかなというふうに考えていますはい、えー、文化を扱うということでえっと活動と理解でそれぞれどのように文化を扱っているかというのをご紹介したいと思います a、えー、と右側の方が教材になります、えー こちらは、えー、初級1位の方なんですが、えー、っと天気や季節についての,あのコミュニケーションを学んだかの、えーっとまあ、生活と文化というのがあの文化を扱う部分のタイトルなんですが「えー、涼しい夏」というタイトルで、えー、5枚の、まあ、写真と、まあ、1枚は絵なんですが、えー、っと見せています。 で日本の夏は気温と湿度がとても高くなりますと暑い季節を気持ちよくす、えー、過ごすために日本にはいくつか工夫がありますその工夫として、えー、5枚の,あの写真や絵を紹介していますで、えー、1枚は風鈴一番は風鈴ですねえっと音で涼しさを感じるというものですで2番は流しそうめんですこれは まあえっと、食感または味覚ということでしょうかそれから3番は、えー、っと金魚鉢の金魚なんですがこれは視覚的なところそれから、えっとまあ、4番のグリーンカーテンは、まあ、実際に日陰を作るということなんですがこういった植物を使ったあの、まあえっと、日陰を作る装置ですね。そして、えー、5番が、えー お化け屋敷、まあ、これは残念ながら写真がなかったんですけれども、まあ、これは人間の力とといううことでしょうかで、えっとまあ、日本は季節があって、まあ、メリハリはあるんですけどただやっぱりあの季節の変化というのはあの一面厳しいところがありますのでそれをあの気持ちよく過ごす工夫というのがあの長いあの まあ生活文化の中で培われているということを紹介しています。で、えっとまあ、こういったものがそれぞれどういう目的でどんなあ、まあ、まずどんなものなのかそしてどういうところがその工夫なのかというのを、まあ、考えてもらうというのも一つありますし、えっと、一方学習者への問いかけとして「まあなたの国では厳しい季節を気持ちよく過ごすためにどんなことをしますか?」 まあ、あの一年中温暖で過ごしやすいというところもあるかと思いますが一方であのそうではないあのいろんな困難が 伴われる国もありますし、ただそこで何らかの工夫をしているというのはあの形は違いますけれどもやっぱりそこに住む人たちの文化の中にきっとあると思うので、まあ、そういったこともあの、まあ、低いレベルなりに何かこうやってものを見せながらあの話ができるといいなというふうに思っています。 ことというのは、は日本には風,鈴があります風鈴はこんなものですということだけではなくてやはり文化を見る目というので、えっと、その、えー、ものですとかそれから行為の背景にある考え方いろいろなその五感感覚を通して、えー、または想像力を通して、えー、っと涼しさを感じていくというあの まあ考え方とか価値観とかそういったものがあの伝えられるといいなと思いますし一方またあの学習者が持っている形は違えでも同じ目的があるものということについてもお互いにあの紹介し合えればいいなと思います。でえっとまあ、文化を取り扱うときにあの えっと、気をつけたらいいなと思うことというのはあのここにも書きました文化の多様性ということと可変性ということその同じ目的でも違う見え方見せ方をするものがあるまた、えっと、これもあの、まあ、風鈴を聞いて涼しく感じるというのはじゃあ本当に日本人全員なのかというと、まあ、もしかしたらそうではないかもしれないですしそれからあの日本人はみんなうちに 夏は風鈴を下げているのかというと、まあ、あのそうではないと思いますし、まあ、そういったこう日本人でもこうしている人もいればこうしない人もいるという多様性もあの一つ大切なことだと思います。これは翻って学習者の皆さんについても何々人だからこういうはずというのがないのとやはり同じなんだろうというふうに思います。 とということですあの、まあ、特に伝統的な習慣などを扱うときにはあの今はする人は少ないんですけどねとついつい付け加えますで、まああの。もちろんそうなんですけれど一方でやっぱりあの、えっと、その可変の速度にもあのいろんな違いがあのまた多様性もありますので変わっている人もあれば守っている人もいる。だけれど、まあ長い目で見た時にやっぱりあの どどんどん少なくななくくっていくのかなあのこういう3番みたいなあの金魚鉢って最近あんまり見ないよねというようなこともあるのかなそれはあの、えっと、私たち教える側もそれから学ぶ側の,あの学習者の人たちにもあの気をつけてまた考えてもらいたいことだということであのここではまず目に見えるものや行為から考えるそしてその背後にある今を見ていくということです。 をいえすで一方あの理解あの言葉を学ぶ理解の方では、まあ、言葉と文化という名前で、えっと、いくつかあの、えー、よく使う日常表現の中にある、まあ、考え方みたいなものをあのみんなで、えっとまあ、議論していけたらいいかな簡単に考えていけたらいいかなというのでえっと あの挙げています、えー、一つ例をここに持ってきました、えー。キャッシーさんはどう言いますかというので、えっとまあ、田中さんがキャッシーさんは日本語が上手ですねと言った時じゃあその応答としてキャッシーさんは何と言うでしょうかというので、えっと、いくつかあの選択肢を挙げています。で、えっと、A は「そんなことはありません」。B は「ありがとう」。C は A「A 大学で勉強しましたから」。 D、いいえ、まだまだです。まあ、E いはいそのほか。じゃあ,あ,の、まあ、学習者の人に自分だったらどう答えますかで、えっと、まあ、あの褒める、特にあの、えー、外国語能力を褒めるというのはあの、まあ、いろんな場面であることなんですが、まあえっと、まあ、よくあるのは、皆さんだったらどうでしょうか。 まあよくあるかなと思うのは、まあ、A とか D とか、ねあのまあ、否定する謙遜するということが多いかもしれません。で、えっと、この問いかけでは、えー、日本人はまた日本語ではこう答えるのがいいですよということではないですね。まあ、あのこうう答える人が多いいですねというのは、あのまあ 言ってももいいいかもしれないんですが、えっと、学習者としてはまた学習者が持つ文化では褒められたらありがとうと言ったりそれから自分が頑張っていることを自分の経験を話すということに、まあ、違和感がないというかむしろそちらが普通ということもあります。で、えっと、じゃあそれぞれそういう応答をするのはあのどうしてなんだろうということをあのえっと まあ考えたりそれから話し合ったりできるといいかなというふうに思います。でああのまあ、褒められたら素直にお礼を言うというのはあの私もそうできたらいいなと思いつつついついあの謙遜したり否定したりするということが多いんですけれど。あの まあ素直にお礼を言うというのもやっぱりいいんじゃないかなというふうに思います。でまたこれも先ほどの文化と同じでそう思う人もいればいやいやあの褒められたらまずは謙遜した方がいいですよというふうに思っている人もいるので、まあ、そこもやはりあの文化の多様性かもしれません。でえっとまあこの褒めるというのも非常にあの考えています。 見るとあの奥が深いも,もので、まあ、あの本当に一言挨拶をしただけで「あ日本語ペラペラなんですね」ってあのよく言われて「ちょっとあの日本語が上手ですね」っていう言葉は嫌いですっていう,いう外国の方もいるんですね。でそう考えるとじゃあそのちょっと挨拶しただけなのに「日本語が上手ですね」って褒めるあの褒める側の心理って 何なんだろうっていうのも考えてみます。で、あの、自分の言語を、あの、学んでくれて、またはできるようになってくれて、やっぱり嬉しい気持ちの表現であるということもあるでしょうし、それから日本語を話してくれた外国の人とちょっと近づきたいという気持ちのこともあると思います。で、あの、日本語が上手ですねって言われるのはすごく嫌だと私に話してくれた人も。 じゃあ外国の人があなたの国に来てあなたの国の言葉を使ったらどうですかって言ったらああやっぱり上手ですねって言ってしまうかもしれませんっていうふうに言っていました。であのコミュニケーションっていうのはその文字通りの意味。 その日本語が上手その上手というある、えっと、スキルが高いということ以外にそのどんな場面で誰に向かって言うかということであの、まあ、別の意味を持っていることもあるでそういうことも、まあ、このレベルではちょっと難しいかもしれないですけれどもあのそういうこともあの外国人の皆さん日本語を学ぶ皆さんと話せるといいなというふうにあの思ったりもしています。 で,えっと、ではあの今まで見てきた2冊の主教材のまとめをします。えっとまあ、活動の方では、えーまあ、会話は、えっとまあ、コミュニケーション、えー、課題遂行が大切ということそれから、えっとまあ、その学び方として言語習得の流れに合った、えっと、聞くそして分かる気づくといった過程を経て、えー、話すに移っていくそういうえっとまあ 過程手順を大切にしています。で理解の方ではそのコミュニケーションを支える言語知識言葉そのものに注目をしたえっと学習を進めていきます。えっとそして読む書くの方ではえ活動では生活の中で読む書テキスト 文章を取り扱いそしてその中で、まあ、読む目的と書いていますが読んだり書いたりする目的また、えっと、その読み書く場合はその読み手などを考えていくそんな活動になっています。そして理解の方は、えー学,んだえー、学んだ言葉や文系が入っているテキストを、えー、読んで理解をするとかそれから、えー、言葉や文系を使って、えー、自己表現をする。 そんなな練習になっています。また文化については活動は、えー、目に見えるものや行為、まあ、写真を使ってその背景にある考え方価値観を考えるそして理解の方はよく使う言葉表現の中にある考え方を、えー、考え方を探ってみるということが目的になっているでしょうか。 そして、えー、学習目的の方は活動の方は、えー、っと早く聞ける話せるようになりたいという学習者のニーズに応えたいというもので活動だけでもそれが達成できるように、えー、作られていますそして理解の方は、まあ、日本語自体に興味があるそして、えーまあ、長期的に日本語を学ぶ総合的に日本語を学ぶ 力を伸ばしていきたいという人たちにあの合っている教材だというふうに思います。で、活動だけで学ぶのもいいですし、それから活動と理解両方を並行して使っていくのもいいと思います。で、じゃあ理解だけで、理解一冊だ、えー、一種類だけで学ぶということはあるのかといいますと,、えっと、それももちろんあると思います。例えば、えっと あの日本に長くいて話すことにはあんまりもう、えーまあ、難しさは感じていないんだけれどでも日本語って で一体どういう仕組みになっているのかあの知りたいという人たちもいますでそういった方にはあのむしろ理解だけであの学んでいくということもあるのではないかというふうに思います、えっと、丸ごとのもう一つの特徴として、えっと、豊富な無料のリソースを提供しているということがありますで、えっと、まず一番大きいものはあの丸ごとサイトと言っているものなんですが、えっと、そちらには丸ご、えー、と 前回今回紹介したさまざまな音声ファイルが、えっと、ありますので、えっと、ダウンロードして、えー、使っていただけます。えっと、まあ、無料なんですけれども、えっと、利用者登録をしていただくことになっています。あの、えっと、メールアドレスなどを使って、えー、登録をしていただくと、えっと、音声 教材が無料でダウンロードししていただけますしそれから、えっと、各科の語彙リストが PDF と Excel ファイルで、えっと、提供していますのでこれもあの並べ替えたりあの簡単な対約リストを作ったりというようなこともできます。えっと、先ほどお話をしたいくつかの言語ではもうすでに対約リストも提供しています。それから、えっと、教え方の手引き、それから授業動画。 授業風景を、えっとえー、録画して編集した動画というものも上がっています。えー、こちらの方は、えー、ブラジルのサンパウロにある、えー、国際交流基金の、えー、と講座の授業風景ですので、えー、ポルトガル語と日本語のバイリンガルの先生があの授業をしています。それから、えー、とユーザーの声というのも上げていて、えー、こちらは学習者、それから、えーと 各国の学習者先生たちの声があって、あのそれぞれどんなところが丸ごとでいいと思ったか、また丸ごとを使ってどんなふうに学んでいるかというようなことをあのお話を寄せてくださっています。えっと、そして丸ごとサイトの方からあのご紹介しているんですが、えっとイーラーニング。E あのインターネットを使って学ぶ動画や練習などを挙げている「まるごとプラス」というサイトそれから「ま、え、る、っと、ごとオンラインコース」えっと、順番にまるごと学んでいける、まあ、自習用のコースが、えっと、各国語対応で、えっと、あります。またひらがなカタカナ漢字を一、まあ、つずつえ覚えたいという学習者のために「えっと、メモリーヒント」というアプリもあります。 えっとちょっと簡単にいくつかこれあの丸ごとサイトのトップページなんですけどえっとえっとちょっとえーっと URL を後で入れたいと思いますがえっとそしてこれが丸ごとプラスの e ラーニングのサイトになりますでえっと丸ごとオンラインコース丸ごとオンラインコースはえーっとえーっと 国際交流基金 JFE ラーニングミナとというプラットフォームから、えー、入れるように登録できるようになっていますので、えっと、皆さんの教室それから学校に来ている、えー、学習者の皆さんに、まあ、教室外での自習をしたいという人にご紹介いただけるといいと思います。はいえっと、それかららアプリはこちらで、えっと、あの iPhone それから Android どちらでも対応できるようになっています。えっと、そして、まるごとプラスとオンラインコースは無料です、えっと。今ご紹介したのは全て無料のリソースになります。ちょっと最後あのまとめていきたいと思いますが、えっとまあ、初めに皆さんに5つの質問をしました。でえっと、そのことについてお話しいただきましたが、えっと、その質問にはあの背景がありました、えっと。学習者の発話が正しくなかったら、 教師は訂正するということであの、まあ、ここには課題遂行その発話が正しいその文法的にどうかというよりもその言葉がきちんとコミュニケーションの達成につながっているかどうか、えっと、教師が気にするのはその部分ではないかというふうに考えます。またモデル会話を覚えて言えるように練習するということですが、えっとまあ、相互理解ということではあの、えー 練習のゴールにあるのは自己表現または相手のことを理解するということなのでモデル界を覚えることは目標ゴールではないだろうというふうに考えます。それから言葉や文法を覚えてから聞く読む練習をするというのは言語習得の順番からいくと聞く。 まあ、そして読むが、えっとまあ、最初の出発になることもありますが、まあ、多くは聞くことがあの習得のまず最初ではないかというふうに考えます。それから、えっと、文字はひらがなの「あ」から順番に一つずつ教える、まあえっと、全体像としては五十音表というのは非常に意味があると思いますが覚えるというのはやはり、えっと、意味があるあの自分にとって必要な言葉から。 えっと、意味と文字とそれから音声の一致というのがあの文字を学んでいくとき言葉を学んでいくときに大切なことかなと思います。それから日本文化は初級で教えるのは難しい、まあえっと、そうかもしれないんですが目に見えるものそれから、えっと、日常的な言葉の中にもその文化と言われるそれぞれの人たちが持っている 価値観考え方というのものはあると思いますしそういったものをあの一緒に考えていくことができればいいのかなというふうにあの丸ごとでは考えています。そして最後にですが、えっとまあ、丸ごとを日本語教室として使う皆さんには、えっと、学習者の言語習得を支えるあの支援するという。あの ふうに考えていいいいただければいいなと思いますし、えー、ボランティアとして日本語支援者として使うという皆さんにはその言葉を通した相互理解もちろんあの両者の皆さんに言語習得相互理解ということを考えてもらえたらいいと思うんですけど、まあ、よりあの専門的な教師として丸ごとを使う方には言語習得の観点考えていただければいいと思いますしボランティアの皆さんにはその共にあの、まあ、交流をする、えー、相互理解 のあの視点特に持っていただけたらいいといいとうに思っています、まあ、いずれにしろ言葉と文化を学ぶ楽しさ意義というものを,丸ご,とを丸ごとを通して感じていただけたらいいなというふうにあの思いますしあの制作者としてはそのことをぜひあの今回皆さんにお話をしたいと思います。